なんかの神宮外苑の森林伐採のね問題があって、まあ、そこでその小池都知事が批判が集まりましたけども、はい、結局このネット署名とかも無視をして神宮外苑の再開発に合ーサインを出したという形で、うん、ただまあ今度は別の場所でも、ね、同じようにこの大量の樹木を伐採しようという形で増したという形でこれがその江戸川区の都立火災臨海公園でここの,まあその園内の水族館の建て替えに伴って、まあ、その大量のね えー、樹木を伐採という形で<ー>、えー、この事業計画ではこの延べ深面積が約2万4000平方メートルでね<ー>総数量も4800トンの水槽とかカフェとかも併設という形で大改装という形でそうしてまあ予定ではこの5年後の2028年にリ、まあ、ニューアルされて水族館がまあ開園という形でそのためにこの樹木をまあ伐採っていうことで まあトレードマークは緑ですけども、うん、まあその緑っていうのはまあその伐採する意味だったのかっていう形で <laughs> えまあこの敷地内の樹木を1千0 0本ね伐採っていう形の計画で、えーえー、そしてまあその大きな太陽光パネルをまあ大量にね設置する計画っていう形で、うん、まあ,あれだけこの太陽光でね問題になってるのにまあそのよほどまあ利権がまあ絡んでるのかなっていう形でこのミ浦瑠ルイさんの夫の件とかもね会社が10億円のまあ詐欺容疑とかで家宅捜索されてましたけども、うん、あやっぱこの辺がね、まあ、その東京地検が絡んでるって形で、えー、まあこの辺が まあ政治家がね、本命って形でまあ捜索してるのかなって形で、武田敦也さんとかも捜査されるかどうかは分からないですけども、ちなみに小池都知事はまあ当選当時にはまあ7つのね、公約を掲げてましたけども、それがまあ1つも達成しないって形で、それで、ペット殺処分ゼロに関しては公約を達成って形でえなってますけども、ただ、その処理上だけでね、殺処分の定義を変更ということでまあ達成をしたって形で、実際にはこの年間150匹を超えるね、 犬とか猫がまあ殺処分という形でされていて、その辺はあるみたいですけども、うん、あそしてまあその東京都はこの新築住宅に関しては太陽光パネル義務化という形でやっていてね、うん、まあ結構まあ異常状態で、義務で25席に関しても、ねまあ、努力義務だし、自転車のヘルメットに関しても努力義務という形で、これは、ね、義務化という形で、まあ、かなりめちゃくちゃですけども、ちなみに神宮外苑の樹木伐採に関しても、 一応並木が1000、まあ、本ぐらい、ねまあ、伐採みたいな感じで、反、え、対、ー、運動とかもあって、ねえー、言ってましたけども、実際にはこの約1万本伐採という形で、えーまあ、これまでこの再開発で1904本のうち743本を伐採するけども、うん、新たに約900本を、ねまあ、植樹するという形で説明していて、実際にはこの3メートル以上の樹木についての説明で、まあ、この3メートル以下の樹木については、 まあ、環境アセスメントの対象外だから、いくらでもね、まあ、伐採しまくりますよって形の計画だったみたいで、なるほどまあそれでまあその神宮第二球場の解体工事だけでもねあまあ3000本ぐらいの伐採で、まあ、前代だったらまあその1万本を超える可能性があるって形でかなりすね異次元の,、ね、この自然を破壊という形で、あ<ー>あまあちなみにここを受注したのが、まあ、小室夫妻の住まいとかをねサポートしたら三井不動産という形で、三井不動産の岩佐会長は2012年にね、 明治神宮の総大に承認していて、うん、これがね乗っ取りというか、まあ、そういう形のようなもので、まあ、この神社の一番ね偉い人がこの周辺の自然を破壊したという形で命令をしているという形で、はい、まあちなみにこの女性セブンにはね 愛子さまのお相手候補みたいな感じで記事になってましたけども4月からこの大学に登校されるってことでまあこの秋篠のご夫妻とね眞子さんは学生の時に出会われた相手と結婚って形で愛子さまもこの同じことは起こられるって形でいうことでまあこの中学校高校はねまあ女子校って形でただまあその愛子さまはこの友達も多いしね マイ s ス、まあ、とかもやってるようで、まあ、18歳の誕生日にはネックレスとかをもらったって形であ<ー>それも、ね、報告したりとかもしていてコ、ね、子さんみたいにね小室家のような相手とかはね、まあ、近づけないようにしてるだろうしそもそもね<ー>その相手は、まあ、<ー>愛子さま相手しないでしょうしはい、はい、まずこの小室家みたいな男だったらまあ少し話したらね頭も悪いし金で、ね、寄ってきてるのが、まあ、すぐにね 普通だったらわかるでしょうし、うん、まあ、ちなみに、これ、あゆかに関してはね、ここ数年、ね、これ、何度か会ってる相手がいるって形で。うん、えー、それが、その、帰る宮家の、まあ、次男ということで。四歳年上のね。そうですね。 早稲大学卒業の、まあ、イケメンっていう形で父親がこの天皇陛下とバー同級生って形で、ねうんまあ、黒田清子さんのお相手候補にもなったって形で<ー>あ一時期、まあ、銀行から宮内庁に来てね天皇陛下の担当にあなりそうになったけどもそれはさすがにこの仲が良すぎるから、まあ、ダメっていうことで、まあ、外務省に、ねまあ、出向って形でこれね天皇陛下とこの雅子さんの出会いのバーとかにも、まあ、同席をしたことがあるっていう形で<ー>、まあ、こういうのねキューピットかもしれないって形ですけども、うんまあ、そういうところでね一番まあ信頼している人の一人かもわからないですけども<ー> これがまあその天皇家に使える職員になる予定だっただけどもね、うん、まあその息子さんが結婚相手になる可能性とかもあるし、はいろ、はいろとね、まあ、考えてもその辺はまあ天皇陛下がね、まあ、判断されて、まだめて形にしたのかなって形で、<ー>ただまあ、仕事場にね、まあ、この友人を置くことは、バッシングにもね、繋がりかねないって形で、まあね、えこうだったのかなって形で、うん、えまあ一般参加の修了後にもね、学友を招かれたって形で、そこにもね、蚊帳家とかはいたって形で、はいはい、えただまあ、愛子さまはね、まだこの21歳でね、若いし、まあ、これからもね、 いろいろと出会いとかもあるだろうし、うん、愛子様がね、まが、あ、気になりたい人と結婚してほしいなという形ではありますけども、いい人とね、そうですね、まあ、このやけのお子さんと結婚されたら、ね、まあ男系男子だから、結婚されてもこの男系男子がまあ継承された形でいうことですけども、はいはい、あそんなことよりもね、その前に安定的なこういう結社の議論を早くね結論を出してほしいという形で、うんうん、その結果次第でね、愛子様がこういう継承を一位という形でなるかもわからないので、そういった立場で付き合うか、まあ、結婚後にこの功績を癒することが前提にね付き合うかという形で。 そういった問題もあるんで、<う>まあこの男性の立場的にも、ね、全然変わってくるということで、生前単位の,この二重決議ですぐに、ね、やるって決めたんだから、早く、ねまあ、結論を出してほしいという形ですけども、うん、なかなか、ね、これが出ていないという形で、秋田県にこの孤独化をするだけでも、ね、安定しないことは分かってきているし、分かりきってるしね、<laughs> まあこの今ね全員炎上しているという形で、秋、ね、様とこの天皇陛下の情報発信の考え方についても、ね、書かれてましたけども、秋田さんは正確な情報をって形で、皇室の報道を訂正する ためのツールと形で考えているけども、うん、それに対して、まあ、天皇陛下は、ね、この発信するためのツールという形でまあ考えているという形で、つまりこの岸田様のね、皇位の立場を守るためのという形でね、その内向きな姿勢で、天皇陛下は国民のために活用されている形で、えー、していてね、うん、か根本的に岸田様の、ね、考え方が間違えているという形で、ちなみにこの宮内庁の SNS の発信に関する窓口というのは、 阿久津屋のご夫妻に、ね、なることが決まってみたいですけども<い>まあこれがね予想通りというかまあねまあ逆効果でね内町の内庁の SNS が、まあ、炎上することがまあ目に見えている形でほほ、えー、そもそもこの天皇陛下はね生まれた時から天皇陛下になるべくして、まあ、帝王教育とかを受けられてきたりとかしてねはい、はい、だからまあ自分は既に公の存在っていう形の自覚があるけども阿クシ屋さに関してはね天皇にならないから交渉を分けて まあ考えてきたという形で、それがこのお子さんにもね同じようにこの自由に教育してきてね、うん、まあそれでこの眞子さんが結婚とかでもね、お相手が問題になったという形で、ね、まあそれはその天皇陛下はこの愛子さまに関してもね、あ同じようにいろいろとね、 あいじめの報道とかがあっても、まあ、厳しい状況でもね、まあ、隠すことはできたけれども槙野家に行みたいにこの報道を隠そうとをしなかったという形で、うん、この被写者様に関してはね学校生活の話とか全く、ね、聞こえてこないということで、ね、あ写真が、ね、出てもこのやらせてやらないかという形で、まあ、そういったことで、えー、疑われたとかもしてますけどもちなみにこの関東学院大学の君塚教授が日本の皇、ね、室について提案されてましたけども、うん、あ今の皇室はこの開かれた皇室を目指しているはずやのに育てされているという形でうまあこの公務にしたってね え、他の見分との連携が全くね、取れてないって形で、確かに。これイギリスに関しては公務ムに出なくなった時とかにね、まあそれすぐにあの変わりとか見つけることができるけども、うん、それからまあ日本のコ室に関しては横のつながりがね。 取りちない,という形ではい、はい、これに関しては、悪しなけまあどこも繋がりたくないんでしょうけども、<ー>あなかなか悪しなければ公務に行ってしまうとね、ねお土産いらないんですかとかね、まあ、現金進まなくていいんですかみたいな感じで、よまあその皇族 <laughs> がまあどん引きするようなことがばれちゃうんじゃないかという形で、<ー>まあそれでまあその宮内庁の組織自体が、ね、そもそもこのノンキャリアの人たちの集まりという形で、はいはい、上の人間はこの出向組でね、 まあその人気の間はこの無難に過ごしたいということで、何もねこの改革をしようと思わないという形で、うんあ、やり過ごすすんですねあ、まあ、その悪循環がまあずっと、ねまあ、来ているということで、はい、まあこの辺のこの組織改革を本来だったら、皇族金である昭恵さ様とかが、ねまあ、発言されなければいけないんでしょうけども、も、うん、逆にこの管理されないし、文句も言われないから、まあ、逆にラッキーという形で感じているのかもわからないですけども。やり放題ななんですねそうですね、まあ、この予算がないから、ね あ何もできないということですけども、最近のこの「三の丸肖像館」がね、現在無料とかで公開されてとかしますけども、それが新しくなって、このオープンっていう形で、個々ね、有料化して、そのお金をね、有効化しようってことですけども、それがね、悪者役とかで、そのお金を悪さとかに使わなければいいですけども、今後ね、どうなるかって形で、そういうふに開かれて皇室を目指すんであれば、まずこの DNA 鑑定とかね、会計監査をするだけで一気にね、 まあこのいろんの意味分けとかも発揮するでしょうしすぐにこの開かれたースとかで国民からのね気合とかも取り戻すことができるという形でちなみにこの遺伝子でいうとね、まあ、すごい研究している人がいるみたいで<う>残骸男子ハーノがまあその Y 染色体とかでジム天皇からつながっるみたいな感じでいう人もいますけども、うん、この Y 染色体そのものが消えるかもという形でそれについてまあその真剣にね研究している人がいるということではい、はい、北海道大学の黒岩教授で女性ですけども Y 染色体についてね 調べてこの男性の性の決定に関わる Y 染色体ですけども遺伝子の数っていうのはねもともとこの2,000以上あったみたいですけどもはい、はい、現在は50種類程度まで減少という形であ少ないそしてまあその Y 染色体はねサイズもまあ減少してきてこのままではね まあ、消滅すするんじゃないかってて言われてますけども、うん、実はこのワイセン体が消滅をしているのにオスが生まれてくる生物が存在って形でいいそれがねして大島いだけ生息をしている、まあ、天然記念物のオオミトカケネズミっていうことで、うん、まあそれでその彼女の研究がアメリカ科学アカデミーの雑誌に掲載って形で、うん、え哺乳類の 新しい性決定の仕組みオスっていうのはそもそもね父親から受け継いだオスになるための性決定遺伝子 XRY 遺伝子を含む Y 染色体を持ってね生まれてくるみたいですけども、うん、ただそのアマミトカゲネズミはねこの Y 染色体が消滅をしているのにオスが生まれてくるって形ではい、はい、えこれがその Y 染色体がないことで まあこの研究対象にはなってましたけども、うん、そもそも甘みを押しますかね生息をしないんでなかなかね、まあ、研究も進んでこなかったって形でえそれでまあその黒岩教授の研究グループは保全生態調査とかゲノム配列とかを持つゲノム編集作成に着手をして<う>オースの染色体性決定因子の ねまあ、血行体、色素とかで光らせて、新しい性決定因子のある場所を特定という形で、つまりこの Y 染色体がなくなることとね、男がいなくなってしまうことは別問題という形で、うん、Y 染色体がなくなってもね、まあ、進化していくだろうということで、まあ、これがこが現在、LGBT とかでいろいろとこの法案とかができるという形でしますけども、この人たちがもしかしたらまあ進化をした、ね、人たちの一人なのかもわからないという形で、<laughs> この科学的な見解からもね、 LGBT とかは遺伝子とかで認められたりとかね、うん、そういった事態が来るかもわからないという形でそうなったらこの人はねまあこの人はこの外見はね女性だけでも中身は男性とかねまあそういったのがこの今後科学的にもわかるかもわからないという形でちなみにこの Y 染色体っていうとねまあこのチン賃金差の Y 染色体がおよそ1600万人ぐらいの男性が受け継いでという形で、うん、そういった研究とかもあるという形でねは<ー>日本人の,この Y 染色体っていうのは半分が縄文人でまあそうしてね4割が 南中国で残りの1割がまあ北中国って形で言われていてこの弥生系とまあ縄文系が混ざったのがまあ古墳時代で1500年前って形で言われていて、うん、でまあその中国とか朝鮮半島の Y 染色体に関しては北中国人が圧倒的に多くてね、うん、逆にこの縄文人の Y 染色体は混ざってないって形でちなみにこの縄文人とチベット人もね Y 染色体が似てるって形であ<ー>日本はもともとこの島だったんでだからまあその大陸から攻め込まれないからね 中国みたいに王朝交代とかもないしね、うん、他の字がね渡ってこなかったんだろうということでちなみにこの日本はもともと海を渡る民族って形で言われていて、うんえー、ブラジルとかでもこの日本から 最初やってきたみたいな感じの話とかもあったりとか<ー>この縄文土器とかに関してもねブラジルとかアメリカとかでも発見されているという形で、はい、他にもこのね日本人に似た民族とかがいる国がいてそれがこのグリーンランドのイヌイットでデンマーク領なんですけども、うん、ここもこの日本から渡ったのか、まあ、逆なのか分かんないですけども、うん、いろいろとね分かってないことが多いという形で<ー>まあこれがねどうなのかという形で、うん、まあちなみにこの篠原丈一郎さんがね竹田千代さんと、まあ、台湾とかで偽皇族の まシンのビジネスという形で動画をアップしてましたけども<い>この台湾とかにもね 温泉があるみたいで、まあ、その中でもこの四大温泉って形で言われた一つの、ね、近くに竹田津也新郎とのつな、まあ、がりを売りにするお店があるって形で<う>まあそれがまあたけ卵っていうことで<う>、えーまあ、名前だけでもね、まあ、珍しそうで目が止まるかもわからないですけども確かに味も好評って形ででもその卵に、ね、竹田津也新郎って形でまるでこの皇族のような扱いで名前がね使われていてはい、はい、店内とかにもこの竹田さんの写真とかを飾いたりとかしていてうんまあそこにこの明治天皇やしゃごって形で紹介されていて竹田津也新郎がルーツの味を まあ元にねやってきたって形でそれでまあ宣伝していてちゃんとお買い上げしたら紙袋とかにもねまあ竹田さんの写真とかも印刷されているんであこれでねさすがにまあ知らないとはまあ言わせないって形のいうことですけどもご利用してますねそうねしかもこの皇室との関わりをもっとね印象をつけるためにまあこの菊の御門のキャラクターまでね作っていてまあこの道路には竹田さんの写真とかも使われている大きな看板まであるって形でまあそれでこの店主の旦那さんともね関わりがあるみたいでまあこの振興事業の広報とかもしていてね他にもこの台南県の地とか もやっっててた人物と関わりがあ2010年に記磋されていみたんですけれども、それでまあその武田先生は日本の旧皇族で明治天皇のやしゃとっう形で紹介されていて、ね、はい、まあメディアとかでも紹介されている形で、は<ー>しかもこの知事の出身大学でもね講演したことがあるという形で、うん、この日本の皇族と台南との根源についてまあ語っていて、ね、えー、まあこの台南県の政府がこのツアーを主催してくれたという形でね、はい、まあねいろいろと挨拶の流れがあるという形で、うん、このしいたけ卵を販売している店主の旦那さんの会社とかもスパリゾートとかをスパリゾートとかを もともとはこの県議とかをしていたみたいですけども、うん、それでまあ2期勤めて、まあ、その汚職を破格して起訴、えー、されたって形でしかもこの旦那さんと知事も仲良しって形でこれがね握りようがないんじゃないかって形で確定っす、ね、そうですねこ、まあ、ここまでこの的に、ね、宣伝していたら 今なかったことにはできないだろうしうん、うん、あ今は何とかのこの進路の部分を先生とかに返してくれとかね <laughs> あそういう形でお願いしてるのかもわからないですけども小細工あそうですねただまあ,まあ道とかにも看板とかもできてるんでなかなかね見てないことにしてね逃げるしかないんじゃないかなって形で<ー>あただまあ篠原さんにはねロックオンされてるんで、まあ、どうなるかなって形でそうす、ね、最初は一斉よくね、まあ、篠原さんとかに絡んでましたけども、うん、今はこの戦意喪失って形で何もね言い返してませんけども確かに。言うとまあその旧皇族に関してはね一般人だけどもそれはね利用してビジネスとかもでき いるしねま逆にこの周りからそういった甘い話とかがいろいろとねあるのかなって形でまそれで、ね、言うわけに負けたりとかするのかなって形でまあ武田さんに関してはね一般人ですけどもいろいろとまあその旧三宅とかでもね梨本の三宅とかに関しては子供がいなかったからなのか詐欺師をね養子として受け入れてその養子がそのまま継承して、まあ、その養子がね現在このまたね 養子縁組とかで中国人を養子にしようという形でしていたりとか、<ー>いろいろとね、まあ、何代かしたら完全に、ね、乗っ取られるかも分からないですけども、あやばいですね。そんな状態なのに、当然ね、養子なんて無理だしね、うん、そもそもこの万一の差別があるんで、養子は受け入れないし、うん、いろいろとね、まあ、問題があるって形で、確かにただまあ、現状のね、皇位継承の議論とかでは、女性皇族は結婚後も皇室に残らんと、養子の案って形で、うん、まあとにかくね、日立までは揺るがせって形の不安定な、ねまあ、議論しかできてないってい形で、まあ、この決し者賞に関してはね、 まあ国会でこの安定的な公決勝についてまあ検討を始めるという形で言ったけども、うん、まあ特にこの国会に法案とかを提出するわけじゃなくて、全くね、まあル気がないという形で、まあこの上皇様からのねビデオメッセージとかで話し合っていた形で言われたのに、それ言われたのは2016年8月なんで、もうね6年以上ほたらかしていの形で、見分けとかもね皇室ビジネスでいろいろとね問題もあるし、皇居、うん、の周りもこの信念がまあ破壊という形で、ビジネスね使われているし、問題ばっかり団結団子はね、 自分たちこそ保守みたいな感じで言ってますけども、うん、まあそれであればね、こういった問題にもね、問題をしろって形ではありますけども、はいはいはいまあ男系男子はね、ま,あ、まさに春主なのかなって形で、はいはい、公室とかを破壊したらね、公居の不動産とかをいただこうとか、いろいろとね、利権が転がってるのかもわからないですけども<ー>あ、これがね、どうなのかなって形ですねなんかもう、利権っていうのは、最近とかで言ったらね、昆虫食とか、厚労ギ食とかがね、補助金が出るとか、利権が絡んでるとか、話題に上がってましたけど、そうですね、まあちょっと利権がね、絡んでくると、もう本当に国民からも反発もあるしね。 ちょっと問題ですけんかあのー、久瀬様がね、まあ、東大目指してるっていうところでなんか今日ですかねヤフーニュースで芦田愛菜ちゃんが4月から慶応大学の法学部に内部進学が決まったっていうところで慶応ですね、えー、まあねタレント業とね勉強をまあ両立して頑張ってたんでしょうけども、まあ、なかなかできることじゃないんでしょうけども、まあ、こうやってやってる人もいるわけでそうですねそういう意味では久しさ様なんかはね勉強とまあ帝王学とかをね両立してとかが大変だとかなんか東大に行ったらねそんな両立してる できないとろいろ書いてましたけどできる人はできるんでしょうしねそうですねえ今のところちょっと不安しかないですけども、まあ、今後どうなっていくのかって感じですねまあそうですねまあね握手なきゃ今後ねどういった展開になっていくのか皆さんのね表情緒とかもコメントもらえて嬉しいですねそうですねぜひコメントくださいあとチャンネル登録もあるし登録の方お願いしますよろしくお願いします